午前9時、立ち入りを規制する看板が撤去されると、早速集落に出入りする住民の姿がありました。やっぱり家の方が落ち着きますからね。大きなものちょっと運んで、それであと細かいものちょこちょこ運ぶつもりですけど、はい。これまでも日中は住民の立ち入りが許可されていましたが、以前の暮らしに戻るのは久々です。午前中にこれとかこれとか、このチャランスもそこにあったのずらしてもらって、やっぱりうちいいかもね、たまに来てね、戸開けて角通しよくしたりしてたんですけど、まだ物あちこちにごちゃごちゃで。去年8月の県北部豪雨で村上市小岩内地区は激しい土石流に見舞われました。全壊の住宅6棟を含む18棟の建物が解体され、被害の爪痕は現在も残っています。避難指示により集落の36世帯のうち33世帯は1年以上にわたって市内の仮設住宅で生活してきました。その仮設住宅では退去の準備が進められていました。もうまんとこりだけね、愛した方がなんともせんがれば頼んだやっとまずね、うずもんどらいかなと思う。やっぱ声はずいつばいね33世帯のうち29世帯が今月末までに小岩内に戻ります。ようやく帰ることできますね。ね、避難の体制とかそういうのを住民と相談して、まあ、住みよいようにしていきたいと思って、ね、その一方で小岩内に戻れない住民もいます。借りる人は喜ぶかもわからないけども、こっちでは借りるとこないんだもんだってね。松本信蔵さん、自宅は土石流に直撃され取り壊しました。仮設住宅には入らず、市内の親戚が所有する家で暮らしています。住宅を流されないでさ、借りる人だば喜んでまず帰る付着するけど、まずいずれは帰るところないわけだ。だから複雑な気持ちだね。小岩内には農作業のために通っています。果たして住宅どうしようかなと思ってるんですね。小岩内に帰りたいという気持ちはあるんだけど、2階もそんな市街にあったもんだからさ、ちょっとその調布支援っていうんですか、それはもう忘れられないわね。小岩内の住民の多くは56年前の羽越水害でも被災しています。2度目の被災、不安がなくなることはありません。まだね、水でかな、やっぱり沢から水来るからね、はい、まあその不安と帰れる安心感とというか、どちらも今ごちゃごちゃいや、解除になったのはすごく嬉しいんですけど、でもやっぱりまだですね、ちょっと自分のうちいいと思うけどね、やっぱり怖いです。ここ2回もやられたからね、まだ全部できてないからね、工事もね。村上市は土砂や流木の撤去などの応急復旧工事が完了し、取水器の状況を判断した結果、安全性は確認できたとしています。一方で集落を流れる大沢川の上流には
今も搬出されないままの流木があり、本格的な復旧は来年までかかる見込みです。村上市は集落内に雨量計を新設し、雨の量に応じて消防団や区長に早めの注意を呼びかけるとしています。また避難指示の解除後も相談窓口を設置するなど支援を続けるとしています。